私の名前は庄司健です。私は1977年宮城県生まれです。東北芸術工科大学時代に芸術を専攻しており、その時に陶芸に出会いました。その後伊藤元彦氏の下で学び、5年の時を経て笠間の地で独立しました。私の作品は上絵技法を用いて作陶しています。上絵とは本焼き後にサイド本体に色をつける技法で、上絵にしか出せない色合い風合いがあります。その色合い風合いを活かして作品の品が持てたらと思い制作しております。私の作品を通して皆様に生活の豊かさをもたらすことができればと思います。